一回ちょっと騙されたと思って、ばシっとしたててほしいね。質問マニア、はい、岡田さんですね。マニアされちゃった。マネキネ猫さん、50代で渋谷でアプローチとなると、女性側からして違和感があると思うんですが、ね、50代はし渋谷でもスーツスタイルが良いでしょうか。ちょっとなんて答えました僕 そのスーツの仕立て具合というのによりますね。ちゃんと答え,た <laughs> と答えた。まあそうだよ答えだ、ね、あそうだよね、うんうん。まあ平日だったらスーツでもおかしくないだろうし、うんうん、ちゃんとストーリーがあるから。確かに。土日でスーツ着てたら、え、なんだろうってなっちゃうからね。<laughs> う,んうん。事業参観かしらみたいな、ねあ。あと仕立て具合、ここやっぱり拾ってるのさすがに。まあよれよれだとね。はい。そ,うん、そのスーツの、その、高いかいいとかじゃなくて、うん そのスーツのレベルですよね。はいは。着方とか、ケアとかね。ケア、うん、靴と合わせてね。うん。髪肌と合わせて。はい。次第です。だから、なん<靴>からスーツ着てればいいってなってる人が多すぎて怖いよね。うん、えー、ちょっと怖いですね。怖い。うん、本当に。だからやっぱり一回ちゃんと、 まあ、例えば、我々なんかスーツの写真とかも出してるじゃないですか。うん,うんうんうん。一回騙されたと思って、そんな高いもんじゃないから、うん。バシッと一着作ってほしいよね。そうだね。しっかり正解を抑えたやつを。うん。うん、で、そ,それはどうやったら正解がわかるんですかこれはですね、TAV、はい、ライブラリーというところで、<laughs> スーツと検索していただけると、るね、まあまあ、それはいいんですけど、<laughs> やっぱりこう、まず、 この質問をされてくるってことは、うん、スーツなら何でもいいと思ってるんですよ。うん。まずは。はい。だそこが怖いんですよね。うん。だって分かってる人は絶対こうは聞いてこないから。うん。うん。はい。確かに。だから、まあ、しっかり季節に合わせて記事選びして、うん。合わさとかも計算して、 ちゃんと女の子から見て、あ、こいつ分かってんなってなるレベルの、うん。スーツを一着仕立ててほしいですね、まずは。ね。スーツでやるならね。うん、やるなら。別にスーツじゃなくていいからね、この渋谷で。そう、そう。全然スーツじゃなくていいのよ。全然いいの。うん。だけど、この質問が来るってことは、絶対に清潔感とかこなれ感は分かってないから。だから、スーツで、うん。練習するって感じうん。スーツで練習するっていうか、まあ、 うん、要は、私服なんて多分地獄でしょ。ああ、そういうことか、うんうん。だったらってこと。うんうんうん、分かってないからね。一回ちょっと騙されたと思ってバシッと仕立ててほしいね。バシッと仕立てたもういいわ。もういいじゃあ仕立てたスーツだったら。<laughs> ありがとうございました。<laughs> 早っ。早っ。<laughs> はい。といった感じで、我々質問をもらえれば、すぐに質問に答えるので、質問どんどん欲しいですよね、岡田さん。あ質問欲しいです。ね、岡田さん、本当質問に答えることが、もう生きがいでずっと生きてるわけですからね。質問に答えることのために生きてます。<laughs> 言わされてる感がすごい、ね、だから、最後に、じゃあ質問募集してください。はい。質問を、はい、ご質問、ご相談がありましたら、えー、それを答えるために私は生きている。<laughs> と思いますので、えー、どしどしコメント欄の方にあ <laughs>、えー、げてもらえればと思いますけど。<laughs> <laughs> <laughs> わかりました。そうします。